なぜだろうか。長与千種とライオネス飛鳥という2人のレスラーが戦う時に起きるこの興奮と得体の知れない不安、性格も戦い方も全く違うレスラーなのに、2人が想像したクラッシュギャルズという名前がある限り、一つの作品が引き裂かれるような痛みを覚えるのはファンだけではない。しかしプロレスはただ一人のチャンピオンしか持たないものである。戦いを選んだ2人にとって対決は宿命であり運命である。1985年4月7日後楽園、女子プロレスに革命を起こすと宣言して誕生したクラッシュが、一番自分たちの考えをよく分かってもらうには自分たちで戦うことだと言い放った試合。髪の毛を引き掴んでどうするか。ブレンバスターの体勢に入って、一気にブレンバスターでやります。ライオネス飛鳥、テクニックさえ渡る。そしてロックオンが上がった。さあ、とどめを刺すか。一気にいった、とどめを刺すか。カウント入った、危ない。かろうじて三つ目かわしました。後頭部を打っております。ライオネス飛鳥、ここは一気に掴みかけていきたいところ。さあ、バックを持った。どうか、逃れた。今度は一気にいった。ヤーマンが出た。カウント。カウントは2つであります。素晴らしい試合です。さすがクラッシュギャルズ。1986年5月13日横浜文化体育館、クラッシュブームの真っ只中で迎えた2度目の対決。しかし飛鳥に笑顔はない。ちぐさの怪我、ニューヨーク遠征、タックベルト奪回の試練に立ち向かいながら次第に心を閉ざしていく飛鳥。その飛鳥の悩みをリングで力いっぱい受け止めるチムサ。ナバレ式のブレンバスターは誠に強烈。ピッチャーマンになった。ピッチャーマンのバックドロップです。あ、これはどうか。スープレックス。今度はチムサが攻めている。今度はチムサが攻めている。これはどうか。全く身動きができないか。カウントはワンでした。1987年2月26日川崎市体育館、 3AA タックベルトも奪われ、飛鳥引退の噂の中でクラッシュスピリッツを発揮する2人。 3AA シングルチャンピオンの挑戦権をかけて持てる技を次々と出すが、決着はつかず、5分間延長の末チャンピオン大森ゆかりに挑戦したのはライオネス飛鳥。逆襲。さあ、アスカが起きた。お互いにキックだ。キックの応酬だ。それが一戦になった。ファンの目をつぶって見ている。パーバックを取った。ロープを持ってこられました。逆に回った。お互いに相手の後ろに回り込んでおります。おーっと一気に飛んだ。場外に飛んだ。ライオネス飛鳥投手も健在です。今日は思い切ってレスリングをやっておりますライオネス飛鳥。ロープに引き上げていった。聖剣、これはライオネス飛鳥の得意な攻撃であります。聖剣攻撃が出ました。長与の千草、そしてブレンバスターの体勢に入っている。さあ、劣勢を挽回するか。長与の千草、場外戦で気合が入りました。何を使う。そして1987年6月13日大野山体育館、完全復調した飛鳥と飛鳥の復調を待ち続けた千草がリングに友情の花を咲かせた試合。勝っても負けても2人には完全燃焼の喜びがあった。その年長与千草は大森ゆかりに挑戦。10月21日34代 3AA 世界シングルチャンピオンとなる。まさに決まる時までは外れてきます。
がある。さあさあ、これはフィッシャーマンの体勢に入った。フィッシャーマンだ、フィッシャーマンだ、フィッシャーマンスープレックス。さあカウントが入るぞ、カウントが入った、カウントに来た。最後は最後は長与千草の時型フィッシャーマンスープレックスホールド。決着がつきました。フラッシュ対決4度目にして初めて綺麗に3カウントピンフォールで決着がつきました。迎えた1988年8月25日、5度目の対決は 3AA 世界シングルチャンピオンのベルトをかけて川崎市体育館で始まろうとしていた。ライオネス飛鳥にとっては4度目のベルトへの挑戦だった。クラッシュ5周年の夏、飛鳥は大きく変わろうとしていた。ここは川崎市体育館、ここはライオネス飛鳥の控室なんですが、今日は 3AA 選手権の何ですか、挑戦者、挑戦です。今日はこの意気込みを聞きましょうと思いましてここまで来ました。はい、どうですかこう今の気持ちは。そうですね、もう過去3回挑戦して全部ダメで、今度もう史上初4回目の挑戦なんでね、とにかくあの全てをかけて頑張ります。1回目は誰でしたっけ。1回目はジャガーさんです、武道館。2回目はデビルさんで国技館。3回目は大森に大田区体育館で挑戦しました。それぞれ相手変わってるんだけどさ、まあ、こう今4回目ちぐさでさ、それぞれに対してのやっぱり思いって違うでしょ。やっぱ相手がいつも勝とうと思う気持ちは変わらないかもしれないんだけど、やっぱ相手に変わるっていうことによってやっぱその時のこう気持ちっていうのは違うかな。やっぱりあのなんていうのかな、勝つために練習してきたし、うん、勝つために挑戦するわけだから、うん、それに対しての気持ちは分からないんだけど、やっぱりあのジャガーさんの挑戦する時が一番こう初挑戦だったし、うん、やっぱり前々からジャガーさんから奪うって、ね、うん、生意気の口叩いてたんで、うん、あの時がやっぱりこう一番緊張したっていう。もうやっぱりさ、あの私としてはさ、まあ、立場的にはあのコーチで平等な立場でいなきゃいけないんだけどさ、やっぱり飛鳥とは師弟関係として一緒に育ってきて一番可愛がってやっぱりやってきたから、もう絶対にベルトを巻いてもらいたいなっていう気持ちだけは本当にもう現役の時からそして今ずっと変わらないわけなんだけど、やっぱり今日はまあプロの目から見てね、 あくまでも勝ちっていうのは最後のものだから、その時によってやっぱり調子によって違うわけだから、その中で内容をどういう内容をやってってくれるのかなっていうことはやっぱり私は一番最初に楽しみに見たいなと思ってるわけね今なんかさ。でも あれなんですよ、やっぱりね赤いベルトがねこんなにもね、うん、遠くてねこうなんていうのかな、手の届かないものと思ってなかった。うん、そうでしょ。だから自分としては今日っていう日は、うん、9年間の集大成であって、うん、で終わった時点勝っても負けても明日からまた新しいスタートを切ろうと思って。うん、そうだね、やっぱそういうところをみんな見てると思うしね。やっぱどう、最後にこう不安の方にこう自分の今の気持ちを言ってみて。とにかくやっぱりみんながね納得してくれるような、でもただ納得だけじゃなくて、とにかくまあ9年間のライオネス飛鳥の歴史を見てください。頑張ってよ。ありがとうございます、頑張ります。一方、長与千草は34代チャンピオンとして緊張の面持ちで到着した。大森ゆかりからチャンピオンベルトを取り、ダンプ松本と大森ゆかりの引退を見送り、文字通り女子プロ界の第一人者になった長与千草にとって、今回の挑戦者は最も戦いにくい相手だったかもしれない。控え室で千草はそのナイーブな心の動揺を隠すかのように陽気に振る舞っていた。ここはですね長与選手の控え室です。ではインタビューをしたいと思います。昨日の調子はどうでした。昨日は何考えてました。昨日ですか、うん、タイトル前だからさ、大体あんたのことだからビデオでも見てさ。いや見なかったです、今回全然見なかった。いつもそんなことしながら迎えるでしょ。そうですけど今回は、うん、白紙に戻しちゃったんですね、うん、今までが結構いろんなことをこう
煮詰めてこういじくっていじくっての試合だったから、うん、どうかなと思ったんですけど、全部白紙に戻して何も考えないで、うん、まあなるようになるさと。そうだね、はい、やっぱりあの振り返ってそこをまた勉強し直すっていうのも大切だけどね、はい、まあそうやって白紙に戻してね、振り返っていうのもいいかもしれないね。難しいですよね、白紙っていうのは。でもあの地味な試合で地味なことをやって人の目には派手に映るっていうようなことであったらもうベストですよね、やっぱ。そうだね。あんたの場合はまあ 3W のまあ防衛っていうのは2度目っていうのかな、一応ね。はい、そうです。ね、2度目っていうことで、まあいろんな思いがあると思うんだけど、相手がまたアスカっていうのもあるしさ、うん、まあどういう、この辺はどう？アスカが相手だし。あの、触れるっていうか、うん、今から逃げようかな。やっぱりそれ似たような現象なんだよ、やっぱり、うん。やっぱ怖いじゃない。あの今から入ってどっかのホテルで隠れようかなって、ね、家には絶対来られちゃうので、逃げ出せたらどうだろうって思うでしょ。そうでもその気持ちってのはあるんだよね。もう一つの気持ちが、バカ野郎お前ここで逃げ出したらどうのこうのだって、うん、それを抑える気持ちが仕方ないですね。やっぱ客がそう許さないし、うん、やっぱ自分の地位とかいろんなものも許さないですね、うん、そんな、うん、中途半端じゃやってらんないですけど、やっぱ怖いです、自分も。そうなんだよね。一番緊張しないレスラーでいたい、うん、気持ちはあのね、落ち着きすぎてでもいい試合ってできないよね。ね、またまたドキドキすぎるとも動かないの体が。だからそこを程よくね、こう自分で。だから程よくジョークを飛ばしに来てくれれば、私も程よく返してあげるんですけどね、やっぱ。でも本当に出る瞬間にじゃあ言いに来るよ。そしたら私、すいません、先輩でもスカッとします。そうでしょ。急に変わるんですから、この人は試合前になると。わがままな今ちょっとリラックスしてますけど、結構彼は。彼は緊張してます。彼女でしょ、緊張してます。うちの親父だけで結構だもん、彼っていうの。何の時だって彼はなんとかですよねって正常目立つでしょ。じゃあさ、最後にファンの方にこう意気込みを聞かせて。不安でしょ。バカ、真剣に聞いてんのよ、ドキドキして、みんな見てんのよ。だからとにかくあの、そうですね、あのまあ難しいことを言えば、そうですね、お客さんが前のめりになってため息をついてくれるぐらいの、それはため息って言ってもいろんなため息がありますけど、すごい方のため息、素晴らしい方のため息をついてくれるような試合を展開していければベストだと思ってるし、まあここでジャガー横田とデビル雅美にあの前クラッシュギャルズ組んで初めて お披露目するときにここでやったんですけどね、沖縄帰りでコテンパにやられた覚えがあって、でまたここはあのデビルさんとジャガーさんが試合やった覚えなかったですけど、ありましたよね、引退の時ありましたよね、なんか。だからまあいろんな意味でここは思い出深いんで、まずここで一発デビル雅美ジャガー横田を抜く試合をやりたいと宣言したいと思います。それが恩返しだと思っております。いよいよ長与千種ライオネスアスカ登場してまいります。ファンが早くも争奪という感じであります。熱狂渦巻く川崎市体育館、いよいよこれから選手の入場であります。まず今日の挑戦者、ライオネスアスカ。ランチは足早に今若い選手に囲まれまして、ライオネスアスカ、何になっても今日は入場、ファンから花束を受け取っております。さあ今度はちぐさファンがたまりません。ファンファーレになりました。チャンピオン長与ちぐさの入場だ。熱狂のちぐさコールを静かに聞くようにいたしました。変わった感じ。
かったと、そして長い間リングに一礼いたしました。チャンピオン長与千草に早くも赤いテープが飛んでおります。最高の入場です。ファンの興奮も最高潮。さあクラッシュギャルズ真っ向対決、睨み合いが早くも続いております。真っ赤なチャンピオンベルトが今レフリーのジミー加山に戻されました。果たしてこのチャンピオンベルトを再び巻くことができるか。長与千草念願の赤いチャンピオンベルトを初めて腰に投げるか。ダイオネス・アスカ、ただいまより行われます世界チャンピオン長与千草対挑戦者ダイオネス・アスカの試合は3AA が認定した世界新人選手権であることを宣言いたします。昭和63年この試合が 3AA の世界新人選手権試合であることを改めてコミッショナー上田真嗣より認定されました。さあこれから選手紹介です。ファンがどういう演出を見せてくれるか。テープの準備が出来上がりました。まず紹介は長与の声が目の前に真っ赤に見え尽くされました。赤いテープの中で右手を大きく上げました長与千草。もうファンの声援でこの実況放送、果たしてテレビを通じてファンの皆様の身に届いているかどうか。私の後ろファンの声が回転であります。始まったばかりですけども宮本さん、はい、どうですか飛鳥と千草。まあ、ライオネス飛鳥がね、はい、本当のトップのあの坂回しがやるでね、はい、まず先制しましたよね、はいはい、これにやっぱりチャレンジャーアスカのね、そのトップを習って、はい、もう万全の体勢でねベルトを取るんだというね、そういう極まえがねなんかもうジーンと伝わってきますよね。なるほどね、今日は私はこれで戦うんだという意思表示を、ね、今のあのね試合開始と同時もうゴングと同時ですもんね、あのアスカの攻撃が全てを象徴しているわけですね、はい、自分の意思をしっかりとチャンピオンの千草に見せつけました。ライオネスアスカ、試合が始まっております。ちょっと群馬千草に対しまして場内千草声援コールが巻き起こりました。川崎市体育館未だかつてない大声援であります。燃えております川崎市体育館。そうではなくたって熱い川崎市体育館、ファンの熱気で今やもうまさに燃える寸前であります。
序盤戦はまずライオネス飛鳥、さあ一段落いたしまして、今度はチャンピオン長与千草、どう巻き返してまいりますか。放送席のすぐ後ろ、ライオネス飛鳥のファンから、あるいは長与千草のファンから大変な声援が巻き起こっております。まさに燃える8月、川崎市体育館決戦、クラッシュギャグ真っ向対決、この一戦で時代を変えてみせると豪語しております。長与千草、そして挑戦者ライオネス飛鳥、いくかどうでしょうか。早くもハーフタッチが炸裂いたしました。今度はライオネス飛鳥バックを取りました。お互いに自分の得意技を早くも序盤戦から繰り出しております。ライオネス飛鳥のホッポ、そして長与千草の円錐切り、さらにはハーフタッチであります。今度は腕を取りました、チャンピオンの長与千草。今日はとにかく自分の持っているレスリングの全て、持てる力を全て出して戦わなくてはなりません。そうじゃなきゃこの真っ向対決から新しい時代は生まれませんもんね、宮本さん。本当そうですよね。おそらくライオネス飛鳥は骨董を使ってくるでしょう。そして長与千草は面白いレスリングと豪語しておりました。これをどういう形でファンの前に見せるんでしょうか。ジャガー、序盤戦、ジャガー今どういう風な気持ちで見てますか。そうですね、もう最初から大技っていうか出してましたからね、はい、まあ、考えるところあって出してるんだとは思うんですけどね、まあ、今のところ、まあ、どっちっていうんじゃないでしょうけど、飛鳥も先手先手行こうとはしてるみたいですね。そうでしょうね、はい、やはり飛鳥はね、今たとえあのクラッシュギャルズで、はい、長与千草ともに頂点を分け合っているとはいえ、今日は挑戦者ですからね、もちろんそうですね。ましてあのかつて一度も取ったことないわけでしょう、 3AA のチャンピオンベルト、そうです ね、 ね、ですからあくまでもやはり攻めていかなくちゃどうしようもありませんよね。そうですね、はい、しかしチャンピオンの長与千草も決して守れる人ではありません。やはり攻めて攻めて攻め抜いてチャンピオンベルトを守らなくちゃいけません。まあお互いの闘志が火花を散らして、これは息を飲むような、しかもあの目を離せない試合になりそうですね、宮本さん。そうですね、はい、非常になんか技もね、いわゆるカレーといいますか、そういう技はあまり出てこないですね。そうでしょうね、今もスリーパーホールドをやってましたからね、はいはい、非常になんかシビアな攻防戦になりそうな、気配ですよね。そうでしょうね、まあ、あの格好は構っちゃいられないと。そうですね、やはりあの本音でいこうと、はい、こういうところでしょうね。相手に直接ダメージを与える、そんな技をどうしても使いたいと言っておりました。ライオネス飛鳥であります。あーっと今度は行った、長与千草が行きました、足を取りました。長与千草の速攻であります。まあ、国宝というのも私もあのよくは知らないんですけども、ライオネス飛鳥に聞いたところでは、接近戦でしかもあの一番短い時間で相手にダメージを与えられる、これはあの日本の武道の中では最も古い技だということを言ってましたですね。そうですね、接近戦でものを言うらしいですね、はい、で今長与千草がね、はい、まあ、かけてる技が裏切り戦固めって言ってましたね、はあはあ、まあ、先取り入れてるんですけどね、ええ、これもやっぱりなかなか飛鳥のポッポにね、非常に対抗心を燃やした、なるほどなるほど、現れですよね。ああそうですか。塩野さん、はい、この裏アキレス腱ですけどもね、これ以外にもね、フェイスロックの裏の裏フェイスロックみたいなものもね、あるそうですよ今日は、ああそうですか。長井千草があの言ってましたね、試合前に。あなるほどね、はい、はい、そういったあの今まであの披露してないようなね、技が出た場合は宮城君すぐに一つフォローしてよろしくお願いいたします。僕も何せ初めて見ますんでね、はい、分かるかどうか分かりませんが、はい、さあ今日はあの密かに練習し培ってきた技をお互いに見せたいと言っております。本邦初公演の技が随所に見られるものと思われます。サイドヘッドロックの体勢はチャンピオンの長与千草であります。そしてこれを解こうというライオネス飛鳥、しかしがっちりと返っております。まあ、あの同じサイドヘッドロックでもですね、今長与千草が見せているのは本当にもう真剣に絶対に離さないぞっていうのはね、執念がこもったサイドヘッドロックですね。本当そうですね、はい、さあそして今度はライオネス飛鳥、まだしかし離しません、まだまだ離しません、まさに執念と執念、リング上に火花を散らしております。
クラッシュギャルズ真っ向対決、 3AA の世界シングル選手権試合であります。まだやってますよ、まだやってます。もう一回いっか、あーっとそのままワックドロップ、しかしまだ離しません。サイドヘッドロックを必要に繰り返している長与千草。かつてこういった長与千草の攻撃は私は見るのは初めてであります。蛇のような執念でサイドヘッドロックを外そうといたしません。なんとかライオネスアスカもこれを外そうとしているんですけども、なかなか外れません。やっと外れました、今やっと外れました。さあ今度はアスカがいった、アスカのキック、3連発、4連発、5連発、6連発、まるで長与が見せるようなアスカのキック攻撃であります。今度は長与千草がいった、後頭部に一発、長々と飲みました。長与千草、今日はライオネスアスカ応援に三原純子さんとか、あるいはあのボクシングの深田健吾さんとか、数多くの有名人もこの川崎市体育館に顔を見せております。さあスリーパーホールドが入りました、スリーパーホールドがっちり入りました。やりますね。さあ今度は長与千草、このスリーパーホールドを耐えなくてはいけません。塩野さん、はい、いつもはこれは千草がやる攻撃ですけどね。そうですね、ライオネスアスカがやってますよ、はい、今日はあの三宅くん、ここまで見てると実にあのシビアな技を使ってますね。しかしそのシビアな技でもね、あのこの体育館の人がみんな総出しで見てますよね。そうそうそう、決して地味なんですけどもね、派手じゃない地味な技なんですけども、しかしあの実況放送していてもね、手に汗握るようないい試合ですね。そうですね、はい、先ほどのサイドヘッドロックといい、今のスリーパーホールドといい、何か息を飲むような迫力満点の技であります。さあそして今度はどうするか、ライオネスアスカ、対空時間長いレンタスターを入れました。さあしかし、あーっとそのまま抑え込みに入る、そのまま腕を逆に取りました。これまたシビアな技であります。一つ一つが何かの怒りも効いているといった感じですもんね。これ脇固めですけどね、はい、腕を逆に取って脇固め、これも綺麗に決まっております。みるみる長与千草の顔が真っ赤になりました。苦しい体勢で今かろうじて足をロープにつけました。さあ今日はあくまでもシビアにいっている両選手、また脇の固めいった、また抑え込んだ、離しません、離しません。あーっと苦しそう、足をバタつかしております。何か今フェイントをかけたような感じで相手を一瞬、ちぐさを一瞬安心させてまた行きましたね。そうですね、あのマットの真ん中真ん中で、ね、はいはい、攻めようとしてますよね。さあライオネスアスカ、またなんとか、またなんとか足をロープに持っていきました長与千草。しかしこの辺り姿勢一方になりました。攻めて攻めて攻めまくっている挑戦者ライドネスアスカ。長与千草ちょっと姿勢一方だーと、今度は足を回した、なんとかピンチを、なんとかピンチを脱することができるか長与千草。さあ序盤戦で早くも両選手成功につき合った感じになってまいりました。またしても必要な脇固め、はい、あー仕事指導士の試合から一転して見る結果、今度は派手に転じました。長与千草の動きが出ました。ファンの悲鳴が場内にこだましております。あーっとキックが入った、キックが宮下さん勝ち4発、そして回し蹴り、思わず頭を抱えましたライオネスアスカ。
今の回し蹴りもね、はい、非常にいいタイミングで入りましたね。いいタイミングでしたね。クラッシュギャルズ真っ向対決は今井といの川崎スタイル感、これがレスリングであります。これが格闘技。今日は一つクラッシュギャルズ今まで持って叱ってきたものを全てこのリング上に披露してもらいたいものであります。さあバックを取った、バックを取ってジャーマンが出ました。得意の長いを決めたジャーマンスープレックス、得意技を惜しみもなく連発いたします両選手。早くもジャーマンが出ましたリング上。しかしこんなことでは決まらないでしょう。今日はジャガーどうでしょう、相当やはり時間がかかりますかね、決着がつくまで。そうですね、はい、でもまとまった攻撃をしてますよね、お互いに。試合は自分で一本勝負ですからね。攻撃的には、はい、まとまった攻撃をしてるんでね、かなりダメージはあるみたいですね、お互いにね、はいはい。いやあの序盤戦の攻防でね、もう両選手相当スタミナを使ってますよ。そうですね、一つ一つの技に何か根性がねしっかりと入ってました。そうですね、まだ10分越したところですよね、もう両選手汗びっしょりであります。さあまたバックを取った、このままいった、さあどうか、カウントカウント 2.5。 素晴らしいチャンピオンの攻撃であります。今の完璧に両手をしっかりと決めてましたですね。ジャガーの得意技の一つが出ました。まあ、長い部のスープレックスを今日は長与千草も存分に使ってくるでしょう。そして当然ライオンサースカは突破作戦であります。塩野さん、はい、こちらから見てるとよくわかるんですがね、アスカの顔がだんだん白くなってくるのがわかりますよ。そうですか、なるほど。今ちょっとこちらからは見えないんですけど、スリーパーホールドの体勢に入ってるんですか。もう完全にスリーパーが決まってますね。あ、なるほどね、はい。さあ今度はどうするか、今度はブレンバスターの体勢から投げ捨てておいて、おっと初めてトップロープを使います。さあトップロープから1回転、これはうまくライオネスアスカかわしました。今日は一つ一つの技に入るときに非常に思い切りよくスピーディーにいってますよね。はい、そうですね、さあ今度はライオネス・アスカ大きなチャンスを迎えました。足を持って引きずっております。そしてジャイアンツの体勢に入りました。ジャイアンツが出ました。加速度がついていきます。ぐるぐる回っております。素晴らしいジャイアンツスイングです。素晴らしい、最後は猛烈な加速度がついておりました。上から抑え込みに入る片海老だ、危なかった。今のはまま決まっていてもおかしくありませんでした。さあとどめを刺すかライオネスアスカ、トップロープに上がりました。トップロープに上がりました。長与千草今起き上がろうとしております。アスカがトップロープから待っている。アスカが飛んだトップに入った、強烈なミサイルキック。そして片指の体勢でカウントは、またしてもカウントは 2.5。 マットを叩いて悔しがる挑戦者ライオネスアスカ。さあ完全にアスカペースになりました。おっと、あーっと後ろから行ったスイーパーホールド入った、後ろから巻きついたスイーパーホールド、やりますチャンピオン。もうこれでこのまま決めてやるんだというような執念がこもったスイーパーホールド、バッチリと入りました。三宅君、また三宅君のとこからよく見えるんじゃありませんか。今もね、少しずつね、顔が白くなってくるんですよね。特に締めている仕草の顔が真っ赤になりますからね。そうなの、はい、一つ一つの技に迫力が詰まっております。執念が詰まって、おーっと今度はライオネスアスカが行った、ちょっと隙を見られました。おーっとこれはどうか、完全に決めた、完全に決めました、両腕を決めております。おーっとこれはギブアップ技だ、どうでしょうか。ライオネスアスカがチーと決めました、両腕を取って決めております。これは宮本さん、何と言ったらいいんですかね。これはですね、
ドラゴンスリーパーと一般的に言ってるんですけどもね、はい、まあ、男子で藤波選手がね、なるほど、初めて使った技なんですよね。これはまた一段と強烈なスリーパー技ですね。そうですね。いやいや、参りましたね。今日はスリーパーホールドの欧州でありますリング上、ドラゴンスリーパーを使いました。さあ、ちょっとあーっと、また行った、また行きました。ライオンサースカ必要に攻めております。一応女子プロレスはね、空中殺法っていうのが見せ技になってるんですけども、スタンドが見せ物になってるんですけども、グランド技でもこれだけ迫力がこもると、これは大したもんですね。そうですね、やっぱり体があるからここまで力も変わっていかれるんじゃないかなと思いますね。そしてどうか、タイムドライバーかどうするか。おっと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 、お互いにタイムドライバーの応酬だ。今度は長与千草が行くか、長与千草が行くか。さあ、リング上歩き回って、おっと落とした。最初に仕掛けたのはライオネス・アースカだったんですけどもね、それはまあうまくね、はい、逆に取れましたね。そうですね、はい、今度は長与千草、今二段ロープに上がった。また行った、行った、エプロンから場外に落ちました。長与千草、エプロンから場外に落ちました。さあ、アスカを追っていくか、アスカを追っていくか。アスカしかし座ったまま攻撃を仕掛けることはできません。場外に落ちた長与千草、リング上に残っておりますが、ライオネス・アスカ首を振って、さあどうか、ここから一気に場外に攻撃を仕掛けることができるか。塩野さん、はいはい、今コミッションドクターが行きましたね。おっとっと、長与千草どうですか、林先生がまた行ってますか。またコミッションドクターがそばに行きました。はい、肩を押さえてるんですかね。あ、そうですか。何か中途半端な形でトップロープに上がろうとして、ジャンロープに足をかけたところで、そうですね、攻撃を受けたんでしたね。右肩を何か打ったようにね。あ、そうですか。ちょっと痛め止めのスプレーをやってましたけどね、はい、今レフリーとそれからコミッションドクターが長与千草のところに行っております。カウントはなされておりません、カウントはなされておりません。どうなんでしょうか、あるいは肩の脱臼か、あ、脱臼か。ジャガーどういう風にご覧になりますかね。そうですね、ああいう、まあなんていうんですか、ロープに引っ掛けたんですか、そういうの無理が来るんで、私も一回脱臼した時あるんですけどね、無理な力と、あと自分の体重がかかるから外れちゃう場合が多いんですよね。ある、靭帯伸ばしたりとか。右の肩でしたね、今ね、三宅君、右の肩だよね。僕にもそういう風に見える、はい、ちょっと周りの選手が囲んでるんでね。そうですね、右の肩みたいですね。はいはい、右ですね、もうファンの皆さんね、泣きながらね、この千草選手見つめてますよ。はい、今痛みを与えるスプレーをね、右の肩にちょっとかけてるんですけども、果たしてこれで痛みが治るかどうかであります。さあ、長与千草上がりました。これでチャンピオン長与千草クリーンになってまいりました。ライオネス・アスカ大きなチャンスを迎えた、キックが入った。さあ、ここはもう名付け容赦がありません。ライオネス・アスカ、ここを先頭のキック攻撃、長与千草完全に参った。ほとんど立ち上がろうといたしません。右肩を抑えております長与千草。これで戦意を喪失すると完全に勝負だったということになりますがね。しかし相当ダメージ大きそうですね。受けてます、さあライオネス・アスカどうとどめを刺しに参りますか。今度は足を攻めていろっと、お互いに足を狙った。しかしライオネス・アスカ完全に優位に立ちました。とキックが入った、後頭部に入った。今度は顔面だ、右肩を痛めました。チャンピオン長与千草大ピンチであります。千草ピンチ、ここはアスカの絶好のチャンスであります。塩野さん、はい、今コミッションドクターに聞きましたが、ね、はいはい、やはりアダッキューですね。アダッキュー、はい、今はなんとか入ってる状態みたいですが、今度は長与千草右足が飛んだ。しかし依然として右の肩を押さえております。右の肩がほとんどダラーンと垂れ下がっております。と回し蹴り、これは絡みだ。そして顔面にキック、必要なキック。さあ、近距離からの攻撃であります。近距離からのコッポー、
ここはもう独壇場でやります。アスカにとっては独壇場、国宝攻撃の絶好のチャンスでやります。チムさんに動きがありませんから。そうですね、ここはもう独壇場です。左手一本で戦ってますからね、はいはい、ディフェンスもちょっとね、できないですよね。かろうして足を取った、そして片襟型から体勢に入った。しかしアイオネスアスカ、これは十分にかわせます。これは十分にかわせます。おっと、またもチャンピオンチグサ場外に転落。やはり動けませんから、これはアスカの国宝攻撃を受けには絶好の標的になります。長与チグサ、あるいは自ら場外に転落して難を逃れましたか。宮城君、またあのコミッションドクター行ってますか。またすぐに駆けつけました。そうですね、さあ果たしてチャンピオン長与チグサに闘志は健在か、闘志はあるか。チグサこれ以上戦えるか、チャンピオン長与チグサ。アスカが行こうっと反撃に打った。これはカウント2だ、これはカウント2。瞬間の隙を突きました。長与チグサ、また行った。さあ動けないと、動けないと、これは国宝の餌食になります。動けないと国宝の餌食になる。場外に追っていった、初めて場外に追っていった。ライオネスアスカ、場外でまた国宝作戦であります。場外で国宝が激しい火花を散らしております。そしてエルボーだ、放送席の前に来た長与チグサ。おっと、今上がる、今リング内に上がりました。アスカ絶好のチャンス、どうとどめを刺しに参りますか。アスカチャンスですよね、もう今本当にここでね、連続攻撃しかければね、はいはい、このスリーカウントいけますよね、はい、おっと、チムさん反撃今度は長与チムさん反撃。チムさんの投手は依然として健在のようであります。まだチグサ死んでおりません。チグサ死んでいない。闘志のチグサ健在です。さあ、バックを取った。ジャーマンが肩がと倒れた。やはり右肩が十分ではありません。ジャーマンも仕掛けられませんね。力入んないですからね。アダックスから入って、はい、入らないですね。さあ、ここは、おっと、ちょっと待った、ちょっと待った。という診断でした。先ほどはアラッキューという診断でした。今度はどうなるか、試合続行不能という、あるいは診断が加わるかも分かりません。塩野さん、今コミッショナーも行きますね。はいはい、コミッショナーも行きます。もちろんレフリーが心配そうに覗いております。ドクターストップだったんですかね。そうですね、はい、先生のやってることもありますからね。はい、あーっと、ダメか、ダメか、これはダメか。これ以上試合続行は不能か。今マイクが本部席からコミッショナーに渡るか。林コミッションドクターに渡りました。林コミッションドクターに渡りました。残念ながら完全脱臼しています。これ以上続けると選手生命の差し障りがあります。残念ながらドクターストップします。ドクターストップですか。ドクターストップになります。ドクターストップ、ダイオネスアスカが勝ちます。ドクターストップ。今座り込んでいるダイオネスアスカの右手が上がりました。これ以上試合続行不能、長与チグサ敗れました。しかしライオネスアスカもね、マットを叩いて悔しがりましたよね。こんな形で勝利を奪っても、はい、嬉しくないでしょうね、ないでしょう。ですから今座り込んで、一応ジミー加山のね、右手を上げる動作があったんですけども、ライオネスアスカ少しも嬉しそうではありませんでした。ドクターストップがかかりまして、チャンピオンベルトは移動しました。ライオネスアスカ座り込んだまま、ライオネスアスカ泣いてます。しかしライオネスアスカにとっては初めて手にする赤いチャンピオンベルト、今アスカの腰に巻かれました。あまりにも明暗大勝を描いております。
何かあのチャンピオンベルトを巻いたまんま、ライオネスアスカ呆然としてますもんね。本当ですね、はい、嬉しそうな表情は全くありません。嬉しそうな表情はありません。心配そうに長与千草の長与千草の今右肩を見ております。今担架が運ばれました、長与千草がようやく今リング内にリング外に運び出されようとしております。担架が運び込まれました。担架が運び込まれました。しかしジャガーも思わず泣いてますけどもね、ジャガーにとってはしかしやはり赤いチャンピオンベルト1回は巻いてもらいたかったライオネスアスカですね。そうね、ジャガーアスカにおめでとう言ってあげてください。小さな大きな玉を買おう。だからコンベルトは辞退します。ライオネスアスカは今何と抗議してるんですか。辞退する。ちょっとねはっきり聞こえないんですよね、はいはい、ただいまライオネスアスカ選手からベルトを辞退すると今申し入れがありましたのでこれを受理します。ベルトは公開開催します。ライオネスアスカからベルト減量の申し出があってこれをコミッショナーが受け入れたんですか。再生したいという申し出がありましたのでこれを受理します。受理すると言ってますよ。試合の記事は追って決めます。受理するんですか。そうですね、結局あのライオネスアスカはですね、はい、こういう形でベルトを腰に巻くのは納得できないと、はい、返上するというようなそういうことでしょうね。辞退するというふうに言いましたね。あ、そうですか。それでコミッショナーはですね、まあ、ライオネスアスカのアスカあチグサが治った上で再戦して決めたいという要請を受け入れまして、はい、場所はまだ分かりませんけども、あ、そうですか、再対決で決める模様ですね、はい、分かりました。でもあのもちろんライオネスアスカの心意気はよく分かるんですけども、一応チャンピオンベルトは取ったんですから、それはそれでね、あのライオネスアスカの申し出をコミッショナーが拒否して一応チャンピオンベルトを任せてもよかった、そんな気もしないではありませんですね。当然その権利があるんじゃないでしょうかね。あるんでしょう、はい、ね、私はそう思いました。誰がこの結末を予想し得ただろうか。ちぐさの必要なスリーパーはアスカの頬を打ち、アスカの脇固めで傷ついたちぐさの肩はリングの下で砕け、そしてそれ以上に2人の完全決着を期待したファンの心は傷ついた。アスカはベルト返上で次の試合を誓った。しかしちぐさはアスカのベルト返上も知らず控え室に痛々しく横たわっていた。あんなに待ち望んだベルトだったのに、9年間のレスラー生活をかけた試合だったのに、自分で出したベルト返上という締めくくりに苛立ちながらも彼女は耐えているように見えた。敗者も勝者もいない控え室に千草の悔しさを押し殺したため息が漏れ、そして飛鳥のおえつが聞こえたのはジャガー横田が愛弟子飛鳥のために密かに作ったチャンピオンのガウンを肩にかけた時だった。また6台も取れるように、36台目も取れるように自分の考えで返したんだから、それはそれでいいんだから、また6台も取れるように、ね、今日という形で取ったんだから、ね、どうもありがとう。いつも憎いことやるんだからもう。それは唯一アスカがチャンピオンになった記録をとどめる幻のガウンとなった。悲しみを新しい決意に変えてアスカはちぐさを見舞った。大丈夫。
しょう。3AA 世界シングルチャンピオンのベルトをかけた1988年最大のイベントは幕を閉じた。クラッシュ結成1824日目、2人はまた新たな戦いへ旅立っていく。あの赤いベルトを巻き真のチャンピオンになるために、ライオネス飛鳥長与千草の物語はまた新たな展開を待つ。